九州杯争奪オール九州選抜戦、さあいよいよ優勝戦が始まりました。1号艇は瓜生正義、2号艇前田翔太、3号艇大場元明、4号艇大山千尋、5号艇郷原翔平、6号艇は久富正弘です。 SG10 冠、地元の絶対エース瓜生正義が絶好枠1号艇に上艇、この大会5回目の優勝を狙います。1号艇瓜生正義の陰線にファンの注目期待は大きく集まっています。その瓜生にどこまで迫るか、スピード満点の攻撃力、2号艇の前田翔太が2コースから、3コースには準優大外から1着輸出、3号艇大場元明、4コース候補に引っ張っていきます。フライングのリスクを恐れず、今シリーズはここまで全てトップスタート。さあ芦屋初優勝へ、気合はマックス、4号艇の大山千尋、そして5コースにはゴートゥービクトリー、5号艇の郷原翔平、6コースモーターパワー秘める38号機佐賀支部、6号艇の久富正弘。優勝戦第12レース枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました優勝戦第12レース、少し覗いたスタートは1号艇瓜生正義、一周一枠の旋回、インから逃げる1号艇の瓜生、まあ、繰り出しは3号艇の大場元は届かない、バックストレッチ先頭は逃げた1号艇瓜生正義、1番の瓜生は先頭、その後ろ差し上がってきた4号艇の大山千尋、4番の大山、3番の大場、4番、3番、平層、スタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、1号艇瓜生が取って旋回します、2番手4号艇大山と握った3号艇大場元明、踏ん張る4番の大山千尋、4番の大山2番手、3番の大場3番手、上位の体系は1番、4番、3番です。2周の1マーク取って旋回は1号艇瓜生正義、2番手が4号艇大山千尋、3番手3番の大場元明、上位体系は1番、4番、3番、その後ろは5番の郷原翔平、2番の前田翔太、6番の久富正弘です。西の2マーク取って旋回は1号艇瓜生正義、2番手4号艇大山千尋、3番手が3号艇大場元明、レースはこれより最終周回に入ります。九スポ杯争奪オール九州選抜戦、完璧なイン逃げ披露しました。シリーズ注目1号艇瓜生正義が最後のバックスイッチへ、2番手が4号艇大山千尋、3番手が3号艇大場元明、上位の体系は1番、4番、3番、この1、4、3、3連単オッズは 27.6 倍です。攻めもさばきも一流瓜生正義、貫禄のイン逃げ、大会5回目の優勝、芦屋はこれで16回目の制覇です。通算85回目の優勝へ向かう1号艇瓜生正義、まもなくゴール、1番瓜生優勝の五輪、4番大山五輪、3番大場五輪、2番前田五輪、6番久富五輪、5番郷原五輪、優勝戦第12レース前提五輪しました。優勝戦第12レースの確定は1着1番、2着4番、3着3番以上でした。瓜生選手、おめでとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。